謎を呼ぶこの事件です。広域指定暴力団山口組、その総本部に警察の家宅捜索が入った。事件は4ヶ月前、神戸市のホテルで発生。山口組の最高幹部と巻き添えになった市民一人が銃弾を浴びて死亡した。他の幹部と会合中に殺害された最高幹部匠勝若頭は日本最大の暴力団山口組のナンバー2だった。8月の事件当日、匠組長はあの柱の近くの席に座っていました。そこで一斉に銃撃を浴び死亡しました。大の幹部とたまたま立ち寄った喫茶室で話をしていた匠若頭の席に4人の男が無言で近づいた。襲撃犯の中の2人の男は匠若頭に近づくと一斉に拳銃を乱射、銃弾7発を匠若頭に撃ち込んだ。その時そばにいた司会が巻き添えとなった。4階の喫茶室を飛び出した襲撃犯は上りのエスカレーターを逆走、1階へと走り去った。そして犯人は車で逃走。その時走り去る車が目撃されていた。どんな車？クラウンやと思うんやけどね。クラウン、うん、白の乗用車、うん、その後ナンバーから同じ山口組の中野会の車であることが判明。その裏側に何があるのか、我々はその真相を追った。さあこちらご覧ください。大変なこう組織なんですけども、これは山口組の組織図なんです。はい、山口組といいますのはこの5代目渡辺 組長を頂点に100以上の団体を抱え、組員は2万人とも言われています。この大きな組織のナンバー2の座にあった匠勝若頭が今年の8月射殺されました。はい、でその犯行に関与したと疑われて山口組から絶縁処分を受けたのが若頭補佐の中野会、中野太郎会長なんです。内部抗争が続く山口組の実態に迫りました。山口組の歴史はまさに抗争の歴史だ。4代目竹中組長の襲名をめぐり山口組は分裂、敵対する一和会のヒットマンによって竹中組長が暗殺された。この事件に山口組は色めきだった。気持ちはよくわかりますが、静かに送ることが我々の今の一番の務めでございます。組長を殺された山口組や当時の渡辺若頭を中心に一和会への組織の存亡をかけた反撃を開始した。今の一和会に対してはどういったお気持ちで？関係ないからな。祭り騒ぎちゃうんだよこら。一和会に対してはどういったやがましい言うてんだよ。報復攻撃に出る。やがましい関係ない。お前らに言うことあらへん。山口組や一和会への必要な攻撃を繰り返し一和会を壊滅。しかしその一方でこの血生臭い事件に巻き込まれた多くの無関係な市民が犠牲となった。その後5代目山口組組長に渡辺芳典若頭が昇格、そして組織のナンバー2の地位についたのが匠若頭だった。一見経済人を思わせる匠若頭はその風貌通り経済の裏表に通じて巨額の資金を集め、次第にその地位を固めていった。この匠若頭が暗殺された時に使われた車が同じ山口組の中野会のものだった。そのため中野太郎会長の事件への関与が疑われ始めた。山口組や警察の捜査も進まぬ9月3日、事件からわずか6日後に中野会長を絶縁処分にした。これはヤクザ社会からの追放を意味する最も重い処分だ。組員およそ700人を抱える中野会は山口組の中でも超武闘派として知られている。昨年7月、京都に本部を持つ暴力団員数名に中野会長が銃撃を受けた。その時応戦した中野会組員が逆に相手組員を射殺、2名を返り討ちにしている。現在絶縁処分を受けた中野会長は報復に備えて自宅に籠城している。
付近の住民はいつ起こるかわからぬ銃撃戦の恐怖にさらされることになった。去年もありましたけど、去年以上にもうすごい警戒が厳しいので、なんかやっぱりその分ちょっとやっぱ緊張感っていうんですか、また違いますね今の方が。どっかやな、無人島へでも行っても打ち合いしたらいいねんな、あの人ら同士。なぜ事件が起きたのか真相を知るため、中野会長の自宅を訪ね取材を試みた。日本テレビです。今ちょっとこの警備の様子とか。いや、それはお前、お前、人の家の前に映すな、これ。いえ。まあ。まあ、もうこのあれ、いえ。いえ。会長はいらっしゃるんですか。あれじゃねえな。いえ。わかりました。いや、てみえ。会長にお話を、インターホン越しでもお伺いするわけにいかないですか。なんかよ、これ。いや、これ。いえ。30の警備によって守られている中野会長宅をヘリコプターを使い襲撃する計画が先月発覚。その後火炎瓶による攻撃が行われている。中野会長宅の上空を飛んだ。ちょうど今この我々のヘリコプターを認めて、部屋の中からボディーガードの組員らしき人影が庭に出てきました。このヘリコプターの方をじっと見上げております。中野会への報復攻撃は市民が巻き添えとなった事件を含めすでに30件以上が発生、死者1名、負傷者10名に及んでいる。我々は中野会系の組事務所を次々と訪ねたが、その多くはすでに閉ざされていた。取材を進める中、中野会組員が会話するテープを入手した。中野会では全然知らんと。ああ。中野会には自分らも聞いてますよ。ああ。中野会ではね、ヒットマンの人たちは、もうその、人頭指導員で決まってるわけですよ。ああ。その人頭指導員が全く知らなかったと。あ、中野会の執行部も知らなかったわけですか。そうです。まあ、本庁では話が出てるのはね、ええ。有一の人間、他のね、中野会じゃなくて、他の人気さんが、事件は山口組の別の組織が関わり行われたものだという。犯行に使われた中野会の車。別の中野会組員は言う。車だけ中野会のものをまあ利用された可能性もある。そうですね、初めに出たんやからね。まさか分かるようなことはしないでしょう、あんなに。もしくはうちがやってたら、あんなバレるようなことはしないでしょう。ね、親分をはめたんじゃないかとかね。誰かが。うちの親分をはめられたんだなと思うんやけど、これ分からんからね。もっと山口組の内部も僕らにしてみて調べてほしいわね。いろいろと。やはり山口組の別の組織の関与を匂わせていた。我々は山口組総本部へ向かった。果たして匠若頭射殺に中野会以外の山口組の組織の関与はあったのか。ここが山口組総本部です。マスコミの取材には一切応じてはならないという規律を持つ山口組。申し訳ありません、日本テレビの木村と申しますが、はい、今回の事件のことでちょっとお話を伺いたいんですが。すいません。監視カメラでこちらの様子を伺っているのか、建物の中は不気味なほど静かである。裏門に回る石垣で囲まれた山口組総本部はまさに城。こちらは、まあ、ガレージの出入り口になるというところなんですが、そこを訪ねています。
とりあえず質問状を持ってきましたので渡していただけませんでしょうか。返されてしまいました。すいません、すいません、先ほどから何回も伺ってるんですけれども、すいません、これだけ受け取っていただくだけで結構なんです。すいません、本当にこれをお渡しいただいてお答えいただきたいんです。同じ敷地内にある山口組本家の門に向かった。五代目山口組渡辺組長の自宅、2万人とも言われる山口組の頂点に立つ人物の家だ。はい、日本テレビの木村と申しますが、はい、ちょっとお話を伺いたいんですが、どなたか。話あらへん、もう敷地の中も入らんとってくれるか。もう今回の、いやもう関係あらへん言うて事故について。たびたび申し訳ありません、質問状だけお受けいただけませんでしょうか。何もないよね我々は事情を知る山口組組員の姿を探し続けた。そして顔を映さず音声も変えるという条件でようやく関東の組織に所属する現役組員に話を聞くことができた。山口組は中野会の犯行と認識しているのか聞いた。間違いなくそうですね、認識してますね。で、具体的にどこの組が動いたとか、そういったことも掴んでる。掴んでますね。でも、ね、普通考えて単独で山口組のナンバー2取りに行けますか。では、どの組織が関与したというのか。ですから、これに関してはあまり喋りたくないですね。山口組最高幹部匠若頭暗殺の裏に深い闇が浮かび上がった。この抗争の行方はどうなるのか、別の現役組員に聞いた。拳銃での狙撃、あるいはもう、まあ、うちらの中では勝ち込むんですが、もうそういうことは一切やめます。あくまでも、山口組としては発砲禁止令を出しておると、はい、とにかく中野会に関しては手を出すなと。いうような本部の通達です、ね、だから私らとしてはね、総本部からの指示は守らないかんと。この発砲禁止令は全ての組に行き渡っているのだろうか。もう、うちに対してそのこと一切なかったと思います。今所属している組織ではないと。ないですね。他の組ではどうなんですかね。ないんじゃないですか。ええ、取られたら取り返す。ヤクザの鉄則ですから。確実に弾を取るということで。このように内部では様々な証言や情報などが飛び交っているようです。で、この本部通達というものなんですけれども、まあ、執行部で決められ、それが全国の組へと伝えられ、さらにそれぞれの組から下部組織へと伝えられるわけです。で、今回の発砲禁止令というのは本部から出されていることが確認されているんですが、証言にもありましたように、それが全体には伝わっておらず、各組織によって中野会への対応が異なってきているということのようです。さて、この事件についての疑問ですが、こちらです。警察はどうしているの。これは伊集院さんの質問ですね。はい、ね、もうこういう状況になっているわけで、何が起こるかわからない状況になっているときに、警察は今どういう対応策を出しているのかと知りたいと。はい。改正暴対法というのがありましてね、これで、まあ、抗争している事務所の使用禁止の処分ができるようになっているんですけれど、うん、やはり条件がありましてね、まあ、その事務所でドンパチが行われているとそういったような要件がないとやはり使用禁止できないんですよね。これはもともとやはり 法律の下ではですね、ヤクザであろうと政治家であろうと何であろうと平等なわけなんで、例えば
刑事責任というのはこれは本当の個人責任ですからね、うん、仲間が誰かを殺したからといってその仲間もついでに殺人だといって引っ張ってくることはできないんですね。ただこの事件では警察は捜索差し押さえ令状を裁判官からもらって、捜索差し押さえをして犯人の追及はしてますよね。だけれど現実に あの事件以降こう特異なその主だった現象というのは直接結びつく現象というのはありませんからね、うん、だから今の段階では警察としては警戒する以外ないと、そういうことですね、うん、それにしても一般の方も巻き込まれてしまっている、この構想がこれ以上続きますと、これは本当にもう住民の皆さんはじめ本当に不安でいられませんよね。そうですね、本当に一般市民したらもうごめんだっていう、ね、感じだと思うんですよね。